はい、こちらね、先ほどから紹介させていただいている、難波小樽ロード周辺ね、15年前ぐらいブラブラしていて、段ボールの中にね、この縦にいっぱいこう突っ込まれていた、このちっちゃいサイズのレコードをね、EP 版って言うんですけど、そちらをね、もうこの書かれている、もう全部僕値段取ったんですよ。ほんで、関係なく1枚10円。で、10枚買うことで、まあ、100円なんですけど、1枚10円のセールをしたときに、僕の中でなんですけどね、このピンクレディが好きなわけじゃないんですけど、この表紙に味があるっていう意味でね、チョイスして買いました。で、先ほどからね、耳たこなんですけど、同じこと言うんですけどね、ちょっと前までこれをね、この使用頻度が激しいやつは、もう、オークションでもね、もう11円から10円になるかならんかぐらいの状態だったんで、で、新品に近くても50円になるかならないかぐらいの時代がずっとあったんですけど、昨日か一昨日調べたらね、全部ね、使用頻度があるやつでも、やっぱりね、なんかもう300円から800円になってる状態のが結構あって、まあ、たまたまなんかもしれないですけどね、どんどんこういう価値をね、感じる人がどんどん出てきたなっていうね、報告とね、私こんなもん同じもんでも売ってますよっていう、動画を上げていきたいと思って、今ね、商品を紹介します。これね、わかります?なんか僕からしたらこれやっぱ味が感じられるんですよね。この二人のこの顔がね。やっぱこう昭和時代をこうね、染み込ましているような。まあ、僕がそう思い込んでるかそう見えるかもしれないんですけどね。で、こちらがね、波乗りパイレーツだけに、やっぱりこう、波のね、バックのシーンにこのみーちゃんとけいちゃん、まあ、みーちゃんかけいちゃんか、けいちゃんかみーちゃんか僕、正直わかってないんですよ。まあ、この二人がいて、後ろにね、この、男のサーフィンがいるんですけど、これね、裏見たら、まあ、これ、波乗りパイレーツで、波乗りパイレーツ。あ、そういうことね。なんかここにね、日本吹き、なんか書いてるじゃないですか。ほんで、USA ね。あれと思ったら、この日本語版とこの英語版があるということなんですかね。すごいですね、この当時。こんなことやってたんですね。多分そういうことでしょうね。で、これがね、発売当初が、1979年ですね。あ、そうなんだ。この時代、USA、すごいですね。まあ、いろいろ。まあ、ちょっと僕も意味がはっきり分かってないんですね。今、想像で言っただけなんで、まあ、これ以上言うのは、やめときますね。間違ったこと言ったらダメなんで。まあ、こんな感じでね、こちらの方は、こういう使用頻度があっても、競り落としの方がね、もう当時買った10円が今はね、500円になってました。はい、こんな感じでね、どんどんね、押し入れからこんなん出てきましたよっていう商品を紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。